今日はね、はい、もう男性限定の話です小川さんが「紀州、はい、のドンファンって知ってる?」ってもう77ぐらいで亡くなられてるんですけど、はい、70歳過ぎても、はい、あの CA さんとかをね口説きまくってた人なんですよ。これがねものすごいほんま秀逸やったんですよ女性の口説き方が。<ー>見た目も本当に田舎のお金持ちのおじいちゃんみたいな。<ー>プロの ね、そういう方たちだったらお金でなんとかなるんですけど、はいうん、相手は別に素人の方で、うん、しかもお金になびかないっていう人たちも絶対いたと思うんですよねでも彼はことごとく口説けてるんですよお金では動かないけどその心理というのを巧みにやっぱり口説いているな、うん、上品に口説いているなとそのマーケティングってやっぱそのこういうことだなって思 <music> はい、今日も始まりましたレスポンスチャンネルマーケティングコース社長の仕事だ、はい、ということで,ですね。今日はゲストに中谷さんを迎えしてお届けしていきたいと思います,、はい、す。よろしくお願いします。ます今日はね、はい、もう男性限定の話です。男性必見。もう必見というかね、はい、女の人は見てほしくないです。あ、女性が見たらいけない,とい。いけない。もう今日はもうあの心の太い女性だけしか見。心の太い女性。<laughs> <laughs> 男性のためのお話をしようかなあ、そうなんですねでも中谷さんはこの女性人気もあるじゃないですか女性人気ありますかねわかんないです女性人気あのは北岡さんですよああ、なるほどうちのセミナーマジで女性比率やばいですからあ、そうなんですね昔あのダイレクトと一緒にやってたセミナーで西野さんが中谷さんのセミナーってなんでこんなに女性少ないんですかって言ってて北岡さんのセミナーとか半分ぐらい女性ですよって言われてうんん。ううちは多分5パーから10パーぐらいしか来ないですよああ またこれ見ていただいている方も、もう男性が多いでしょう。男性が間違いなく。女性の方はそっと閉じてもらった方がああ、まあいいでしょう。間違いなく。<素>なはい、もう見ないでほしい。男性はこれ引き続き、ね、男性引き続き見てほしい、ね。頂いただくということですが、今日のテーマはどんなテーマ？今日のテーマはね、あの以前小川さんとね、はいあの、あのリッチのメンバーとね、海外のマスターマインドに一緒に参加してた時期が。 あったんですけどその時の話をね今日はね勉強になるというかね結構面白い話ですよ面白い話を皆さんに伝えようとだからね内容がもしかしたら「思んないぞ」っていうクレームも来るかもしれないあそこはだから女性見ないでほしいなっていうあそういうことですね女性からしたら思んないっていうのがいや分かんない僕はね いい面白い話になると思ってますけど、はい、聞く人がやったらどうかなっていう、ね、なるほどなるほど。はいはい,はいはい。ういうで、はいまあ、まあそのまあマスターマインドで、あのニューヨークだったんですけど、<laughs> うんうん、ニューヨークってもうあのマンハッタンみたいなマンハッタンっていうんですか、あの都心部みたいなんじゃないんですよ。ああ、あのタイムズスクエアみたいな感じですね、はい。めちゃくちゃ田舎で、あの高速道路2時間ぐらい走って、はい、あのもうブドウ畑とか牛が鳴いてるようなね。 へえものすごい田舎の別荘地みたいなところでやってたんで実際にもうじゃあマスターマインド終わりましたって食事するのも泊まってるホテルの中しかないみたいな感じなんですか昼ごはんもマスターマインドの中で食べて夜もホテルでっていう3泊か4泊ぐらいしてたんですけどほとんど夜はもうホテルで行ってたメンバーとみんな食べるみたいな同じメニューをずっと食べるみたいなそんな日々やったんですけどその時に。 あのふとね、あの小川さんが、はい、中谷さんって知ってるって言って、はい、あの奇襲のドンファンって知ってるって話をされたんですよ。奇襲のドンファン。奇襲のドンファン知ってます？知ってますよね。あ、僕はちょっと知らない。年代が多分違うのか、か奇襲のドンファンっていうのは。いやでもね、二三年前に結構ニュースになってたんですよ。はい、奇襲のドンファンってどんな人かっていうと、はい、あの七十七ぐらいで亡くなられてるんですけど。はい あの七十歳過ぎても、はい、あの C.A. さんとかをねクドきまくってた人なんですよ。ああえあの捕まった人と違う、ね？あ捕まった人じゃないんですよ。あのあ捕まってはないです。捕まってます。あなるほど、まあ。まともな人です。はい、あの投資とかねいろんな事業されてて、はい、あの四千人だったかな四百人だったかちょっと忘れてたんですけど、うんはい、の美女を三十億満ついであのそういう仲良くしてたっていう女性あ<ー>男性なんですよね。はいはいはい。はいはい この人の女性の口説き方をねその話を聞いた時に僕はあんま知らなかったんで紀州のドンファンっていう人をその人自体もあんま知らな知らなくてネットで検索して調べてたんですよでその人の女性の口説き方が秀逸なんだよねっていう一言ポロンって出したから僕知らんなと思ってご飯食べた後にネットで全部調べてたんですよ紀州のドンファンについてそれがねものすごいほんま秀逸やったんですよ女性の口説き方がえあそうなんですの こういうことだなって思って見てたんですけど、うんうん、もう見た目ももう本当に小柄で、七十過ぎなんだよ。はい、もうおじ完全なおじいちゃんですよ。もう完全におじいちゃんですね。で、はい、まあ言っても資産家さんなんですけど、はい みんなが想像してるみたいなナイスミドルみたいな感じじゃないんですよ白髪で白髪でオールバックでネクタイピチッと締めてみたいなみあんな感じじゃないんですよ、はい、本当に田舎のお金持ちのおじいちゃんみたいな感じの人なんですね<ー>で<ん>例えば紀州のドンファンって検索したら<ー>サジェストで気持ち悪いって検索されてるような人なん,ふん,ふん,ふんですよへえビジュアルは全然だめなんですよね、はい、でも彼がその CA さんを口説けるってすごくないですか確かにそう え、4000人でしたっけ。4000人だったかな。ちょっとその数字ちょっと忘れちゃったんですけど、はいはい、まあ結構な数字ですよ。まあそうです、ね。はい。で、あのまあこれを聞いたらね、30億を使ったら女性ってくどけるでしょって思った人はちょっとナンセンスだね。はいうん、二流ですか。二流。それは二流。<laughs> 前回の放送を見てくるとこれ、それは二流かもしれない。二流だ。金で買うみたいな、ね。そうそう。お金じゃあのプロの。 でそういう方たちだったらお金でなんとかなるですけど、はいうん、相手は別に素人の方で、うん、しかもお金になびかないという人たちも絶対いたと思うんですよねでも彼はことごとく口どけてるんですよへえめちゃめちゃ面白い話ですね、はい、でででその話をね調べてる時に僕が思ったのはものすごいしょうもない話なんですけど、はいはい、僕らの見た目とか年齢やったらもうちょっとコスト 落とせるかなっていう三十億も使うんでもいけるのかなって思って聞いてし見てしまった自分がいたんですけどなるほど俺もドーファンだからあのこの発言をしたかったから女性には見てほしくなかったんでしょそういう意味ですね学ぶことはなるけど大尊的にそこ聞いてほしくないそうでもお金は動かないけどあのお金では動かないけどその真理というのを巧みにやっぱりくどいているな上品にくどいているなと思っていて具体的な方法 まあドンァンお金持ちなんで仕事で移動する時はビジネススススククララかファート乗り飛行機飛行機で乗りますよねでそこから名刺を CA さんに渡すと携帯番号付きのこれ普通じゃないですか別にそうですね綺麗だからみたいななんかてそうそうそうでまあんて声かけて渡すかは書いてなかったんですけどまあでもこれでね電話かかってくるとしたら相当なイケメンでしょ まあそうですよねそんなこう、まあ CA さんからしたらおじいちゃんまあ多少ねファーストクラスとか乗ってるからお金持ちなんだけどまあでももっとね素敵なおじさまたちもいたはずじゃないですかう、ね、そうですねその人たちからもう,こう名刺をも,も,もらってるわけだから別にあのドンファンに連絡しないでもいいじゃないですかでもそこには名刺がポチ袋になってるんですよ。 紀州のドンファンが渡す名刺はポチ袋になってて中に1万円入ってるんですって。へ、はい、で1万円札入,る入ってるなんてもらった時は気付かないじゃないですかまあちょっと分厚い名刺かなみたいな感じででその志恵さんがホテルに帰って、はい、開けて「あ今日そういえば名刺もらったな」って思ったら、はい「ポチ袋になってる」って開いて1万円見つけたら「どうします、うんうん、普通の人の感覚だったら。まあ,ありがとうございます」って連絡します、ね。そそうでしょれが 人人に1人は電話かかってくるんです<ー> CJ さんちゃんとしてる人多いじゃないですか、うん、律儀だしめあの礼儀正しい方々なんでうん、うん、で電話した時に「いや今日サービスをあの素敵なサービスを受けたお礼としてお渡ししたつもりなんで全然構わないですよ」って言って、うん、でももしよかったら今あの言うた飛行機で到着してるんで同じところにいるじゃないですか。なるほど だからもしよかったら夜僕お時間時間あるんでちょっと食事でもしませんかみたいなほ、はいうんとは1万円もらってるもんやから、うん、普通に仕事して、ね、自分たちは普通に仕事してるつもりでも1万円もらってるもんやから方性働いてますよね、うん、だから食事にはほとんど来るんですって、うん、へえ<ー>これすごくないですか CA さんの食事、はい、CPA2 万円ですよすごいっすねいや独身でイケメンの高木さんからしたらそんなことないかもしれないですけど70のおじいちゃんですから 確かに。すごい確率ですすごい確率やと思いますよ。はあでもね僕この先難しいなと思ったんですよ。ご飯んは行くのはね分かるじゃないですかおいしそうなとこ連れてってくれるそう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 食事だけだったら別にいつものメンバーで自分のお金で食べるよりはおいしいご飯んでね経験したことない店とか行くのも楽しいから来てくれるだろうなってその先難しいなと思ってたんですよね。 でそれがね秀逸で、はい、あのこの食事にお付き合いしていただいたお礼として、はい、明日一緒にショッピングに行くために行って、はい、バッグでもプレゼントしたいなと思ってるんですよねって言うんですよ。はあはいはいはい。ねでもあげますとははい、はいそうそう、まあ、簡単に言ったらもうプレゼント攻撃ですよ、うん、はい言ってもね。あげますよと、うん、でも僕明日 あのもう仕事が入ってて忙しくて一緒にショッピング行けないんだよねっていうんそお。うん、あれ展開がちょっとちゃうじゃないですかそうです、ね、だから30万円ででいいいかかなって、うん、どう,いうことですか要するにカバンを一緒に買,って買いに行って30万円ぐらいのプレゼントしたいんだけども、はい、僕は仕事で忙しいから一緒に行けないんだよねってうん、うん、だから30万円でどう三十30万円でいいですかってあ三30万円で買ってきていいよあそうあなた自分で買ってきてくださいってすごくないですか えー、そんなんいいんですかってなります、ね、なるじゃないですか、はい、でもしよかったらもう少しだけ一緒にいたいんだけどってありがとうございます <laughs> <laughs> すごくないですかこれえすごいっすねあなたに30万円あげるから、うん、その今夜一緒に過ごしてほしいっていう口説き方と全然違うと思います、ね、あなたにパバッグをプレゼントしたいんだとでも私は忙しくて行けないうん、うん、だから あなたに買ってあげることができないからそれは申し訳ないけど自分で買ってほしいとでももうちょっとねあの一緒に今日は一緒にいたいんだよねうんちょっと待ってとうん、うん、全然違うでしょそうです、ね、この辺の心理がやっぱ女性の心理を理解してるか理解してないかで、うん、マーケティングのやり方とかメッセージの発信の仕方ってうんせ成果ってすごい変わるなと思って。うん確かにそう だから全然あなたを30万円で買いたいなんていう話を全然してないですよねストレートに言ったらそういうことじゃないですかで,すでもとても失礼な話じゃないですかそれってでもそのそうじゃなくてプレゼントしたいだっていうところに置き換えてるところが秀逸でそのプロセス、うん、一連の流れのプロセスきれいすぎるなと思ってそうだから見事のに頭の中の価値観っていうのを変換してる素晴らしいなと思って。 ってたんですよ、ね、確かにすごいっすねねごいそうだから言葉の言い方とか提案の仕方で、うん、あの人っっててね受け入れるるキャパって変わるんだと思うんですよねうんそうでまあこの話を女性が聞いてたらねそんなぐらいで口説かれるかっていう人も結構いるかもしれないんですけど、はい、多分その辺は雰囲気とかそういうのもかみ合ってるんやと思うんですけどうんそうでこの話を聞いてね自分のビジネスにカスタムできた人とかがやっぱり、うん。 ビジネスで成長していいくんじゃなかこれを本当に女性の口説き方で使ってしまったらあれだと思うんですけどこういうその変換するっていう考え方を持つここのねファイルだったら開けれないけどこのファイルだったら開けれるっていうのを巧みに使っているというかねなんかそれが素敵だなと思って。 今日はね、ほんまに青年諸君に、のために話したんですけど。<laughs> 決して悪用してほしくないんですよね。うん、そうですね、うん。そうそうそう。で、この話をね、最後まで聞いていた女性って、結構通話ものやとは思うんですけどね。確かに。そう。中谷何言うてんねんっていうのが正常な、あの、うんうん、メンタルの持ち主やと思うんですけど。ただ、僕が言いたいのは、あの、これをどう活用するかっていうことと、うんうん、その、人の価値観の。 ファイルを変換してるっていう秀逸さっていうことと、偏ポ性をしっかり使い切ってる、うん、この女性のくどき方、さすが七十代過ぎても女性をくどき方くどき続けてたっていうのはやっぱ感じ取れたんですよね。うそうなるほど。まあビジネスも実際そのね結婚するみたいなの言ったりとかもしますし、うんうん、お客さんの獲得するっていうのはまあナンパに近いものみたいなはい、はい。いやおっしゃる通りで。 ありますもんね。うん、それをこう、学んで、こうやっていくっていうのは。ぜひね。まあ、あの、女性のくどくどに使ってもいいと思うけど。あの、この、こういう使い方じゃないですよね。<ー>本来の使い方はね。ちなみに、まあね、<laughs> 中谷さん、どういう使い方なんですか <laughs> ょ。その、しゅ、障がすごい <laughs>。<laughs> そのシミュレーションやってなかったんで。<ー> <laughs> <laughs> 用意し全然できてなかったそうういに考えですああなるほどやったことはないと、うん、自分がやるとしたらもうちょっとコスト落とせるんじゃないかなっていうよう思った <laughs> すごい下品なことを思ってましたけど考え方としてはその、まあ、ストレートにいくとお金で買うみたいなやったら絶対拒否されるそうけどあまりその工夫というか実際にどういうふうにしたら相手が喜んでもらえるか受け入れてくれるのかっていうのをそうそうそう 試行錯誤して見つけた方法だと思いますね何度も何度も失敗しはったんと思うんですけどでここにたどり着いたっていうのはやっぱ素晴らしいなと思いますねなるほど確かにご自身のお客さんでどういう風に言ったら受け入れてもらえるのかとかどういう風にしたら購入してもらえるのかみたいなのをちょっと視点を変えてというかそうですね考えていただくとすごくいいかなという感じですねそうですね今日のテーマ最後まとめていただくと前回の動画見てない人 あれれかもしれないですけど僕はその、えー、今回の場合はその詐欺師とかそういうことじゃないですけどうん、うん、まあどんな人からも学ぶ、うんうん、詐欺師からも学ぶっていうことがすごく重要で、うん、あのこういう女性の落とし方うん、うん、落とし方っていう表現いいのか分かんないですけど女性の口説き方っていうものから変換してその人をに提案して動いてもらうっていうこともあんまり変わらないことなんじゃないかなって、うんうんうん 思っていると。うんうん、でそうやって何度も何度も繰り返し試行錯誤して、うん、あの自分が手,手に入れたい結果っていうものを作り出す思考っていうのがすごく大事だなと思,思いますと。うんうん、でそれは奇襲のドンハンのやり方も素晴らしいやり方なんでそれをあの それも勉強の題材にしてもらえたら、すごく嬉しいなと思います。っていう感じですかね。で、まあ、決して女性には見てほしくない動画だなという。そう、そういうことですね。男性だけに。男性だけに。今回の内容で。来ましたが、はい。ということで。まあ、ぜひですね。これ、まあ、ビジネスに生かすと。あ、もちろん、もちろん。ご自身のビジネスで、こう、どうやったら、普通に相手受け入れてもらえるのかなと。か相手に喜んでもらえるのかなっていう視点で、こう、使っていただければなと。 こういう風に思います。まあ、はいまあ、女性の方で見ていただいた方は、まあちょっと記憶を消しといてもらえれ <laughs> <laughs> 嬉しいので、20分前ぐらいに巻き戻しもらって <laughs> なかったことにして、なかったです<構>、はい、いう感じですね。<laughs> はい。で、えー、本日のですねレスポンスチャンネル以上で終了となります。はい、ます最後までご覧いただいてありがとうございました。最後までご覧いただいてありがとうございます。いいねチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 レスポンスチャンネルでは今質問を受け付けておりますコロナに関することやビジネス、マーケティングのことなどあなたの質問をレスポンスチャンネルでお答えさせていただきます質問は概要欄からお願いいたしますあなたの質問お待ちしております